人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちとスイッチと40代プレイとですね、今回プレイするソフトはアナザーコードリコレクションになります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。第2章はマシューとの出会い。マシューってやっぱあのヌスットの子かな。はじめまして、アシュレイ。僕はロビンズ博士の同僚のライアン・グレイです。こいつ絶対黒幕っぽいけどな少し話をしてもいいですか。はじめまして。やっぱり初めて会う人だ。どこかで会った気がしたけど、多分気のせいかな。さあ、それはどうでしょうか。今君はこう思いましたね。僕にどこかで会った気がしたけれど、やっぱりそうではないと。違いますか。どうしてわかったの。簡単な行動心理学の推察です。なるほど。君の表情は実に読みやすい。やだな。全部顔に出てるってこと。変わりませんね、アシュレイ。君は昔からとても素直な子でした。ライアン、もしかして私のこと知ってるの。どう思いますか。私、13年前にママと一緒にここに来たことがあるの。もしかしてその時にあなたと会っているのかもって。ええ、その通りです。よく推察できましたね。人の海馬のミエリン化の進行は遅く、完成は4歳頃だと言われています。つまり大抵の人たちは3歳以前の記憶を自覚することはないのです。うん、そうなんだ。でも私、ここに来た途端ママとのこと、13年前の記憶を突然思い出したのですか。ほほう、ジュリエット・レイクのことなんて今まで頭に浮かびもしなかったでもここにやってきて、いろんなものを見ていたら、ママのことやその時の景色も突然思い出して、うん、でも思い出したことが全部本当のことなのかって言われたら自信ないかも。アシュレイ、先ほど言ったように3歳以前の記憶は脳内にあってもほとんどの人は認識できないのですが、何かに起因して、まあそれはあるよね、確かに。突然蘇った過去の記憶はフラッシュバックと呼ばれていて、心的外傷体験を受けた場合に起きることが多いのですが、君も何かそういった体験をした覚えはありますか。あるかもしれない。私の3つの誕生日の夜、ママが死んだから。ママが死んだのは13年前だった。そうでしたね。サヨコ・ロビンズは28歳の若さで殺害されたのでしたね。ライア、ママの事件のことを知っているの。もちろんです。記憶の研究をしている者にとって、サヨコ・ロビンズの突然の死は決して忘れられない出来事でした。ほう。あれから13年、まさか彼女の娘に会うことになるとは。驚きです、アシュレイ。君と僕は似ている。境遇はかな。君とこうして話しているとサヨコのことを思い出します。君の黒い瞳に見つめられるとサヨコに見られているようです。彼女は天才的な科学者でした。16歳にして本格的に。16歳すげえ。僕がそんな彼女と初めて出会ったのはその頃です。ふん、今の私と同じ年で科学者になったの。ママってすごい。アシュレイ、君のママはとても優れた科学者でした。そして僕にとって忘れられない人です。うん、ライアン、私たちのどこが似ているの。実は僕も君と同じ年頃に母親を亡くしているのです。そういうことか。本当なの。
ええ。ライアンもママのことを思い出したいって思ってる？いいえ、僕はそう思ったことはありません。うん。そうなの？母親の記憶は必要ですか？必要かどうかは分かんないけど、私はママの記憶は大切だよ。だってママがいなければ私は生まれてこなかった。だからママのことが知りたいし、一緒にいた時のこと思い出したい。サヤコを大切に思う君の気持ちには強く共感します。アシュレイ、やはり僕と君はよく似ていますね。本当？ちょっと違う気がするけどな。そのことはまたいつかゆっくり話しましょう。ママのことを忘れられないって、何かママとの思い出があるの？サヨコのことは昨日のことのようにとてもよく覚えています。ですが、彼女との思い出は僕の中だけにとどめたいのです。どうして？そうですね、僕はサヨコより優秀な科学者を知りません。そして今の僕がいるのもサヨコのおかげです、うん、これはある種の独占欲のようなものでしょうか。彼女の娘である君には非常に申し訳ないのですが。うん、少しだけライアンの気持ちわかるかも。私も好きなギタリストの話人にするの苦手だもん。ほう。ママが16歳で科学者になったって本当の話？ええ、事実です。はぁ、どうしました？ママと比べると私なんか普通すぎて。君も科学者になりたいのですか？それはない。科学者だけは絶対に嫌。パパみたいになりたくないし。そうですか。では何になりたいのですか？ミュージシャンになりたい。ミュージシャン、音楽家ですか？うん、いつかバンドでデビューしたいって思ってる。音楽で人を感動させたり元気にしたりするのが夢なんだ。人は誰でも一度はそんなことを思うものです。ほう。そして人はそれを夢と呼ぶのでしょうね。君が将来をどう考えているのかよくわかりました。アシュレ、君は見た目はサヨコによく似ていますが、内面はリチャード博士に似ているようですね。それ一番言われたくないかも。ママのこといろいろ聞かせてくれてありがとう。君と話ができてよかったです。私も。それは？あ、これママのペンダントなんだ。そうなんですね。意味深だな。アシュレイ。うん。どう？どんだ、何かあったのかな？お、もしかしてカバンのこと何か分かったのかも。ライアン、私。構いませんよ、言ってあげてください。ダン、どうしたの？キャンプを楽しんでるところすまない。実は君に聞きたいことがあるんだ。なんだそれ。この写真を見てくれ。君のカバンを盗んだのはこの写真の少年じゃないか？お、そう、この子。当たり。そうか、やっぱり。誰だよ。実はこの少年、捜索願いが出ていてね。ん？もしまた見かけたら私に知らせてほしいんだ。わかった。ところでアシュレイ、パパには会えた？うん。それはよかった。パパとのキャンプ楽しんでる？パパ、キャンプの途中で休養ができて研究所に戻ったの。研究所？もしかして君のパパは JC バレーの関係者なのか？うん、そうだよ。確か君の名前ロビンズって。ああ、そうか。察してる。
君のパパはあのロビンズ博士だったんだね。あのなんだ。どうして捜索願いが出ているの？家出しているんだ。3日前から行方不明になっている。だからいろいろいるってわけか。それに実はこの少年、家出は初めてなんだ。珍しい。8月にも家出をしていて、この近くで見つかっている。何やってんだろうな。家出の常習犯なんだね。まあこの子にはちょっと事情があってね。家庭の事情かな。だから家出先はいつもジュリエット・レイクだ。事情？彼の名前はマシュー・クルーソー、13歳だ。年下か。もし見かけたら必ず私に知らせてくれ。うん、わかった。あのロビンズ博士ってダンはパパのこと知っているの？2ヶ月くらい前だったかな。釣りをしていた博士に餌の付け方を教えてあげたんだよ。ほう。パパ釣りなんてやるんだ。ああ、最近始めたようだよ。そうなんだ。それにしてもアシュレイ、君のパパはとても面白い人だね。どういうこと？面白い？パパが？君のパパは知らないことに出会うとすぐに少年のように目を輝かせる。他のことはすべて忘れてしまって、それだけに夢中になる。だから忘れっぽいってことか。今はこのジュリエット・レイクにとても興味を持っているようで、会うたびに湖のことばかり聞かれるよ。じゃ、私はパトロールに戻るよ。うん。君のカバンは必ず見つけるから、パパの帰りを待って楽しんで。ありがとう、ダン。ライアン、ごめんね。今の人、森林警備隊の人。いねえだろ、多分。ライアン？あれ？ああ！イオン、どうしたの？ロビンズ博士ったら、帽子忘れてるよ。あら、ほんとね。うわ、片付け始まっちゃってる。アシュレイ、ちょっといいかい？持ってけってことか。どうしたの？ロビンズ博士の忘れ物さ。この帽子を博士のコテージに届けてくれないか？これパパのなの？パパの趣味って全然わかんない。このキャンプのために通販で手に。わざわざ。アシュレイ、片付けはしておくから帽子をお願いしてもいいかな？わかった。パパのコテージはどこにあるの？ロビンズ博士のコテージは屋根橋の先だよ。ほう。屋根橋？いいやん。ちゃんと説明してあげて。アシュレイはここを知らないのよ。そうだね。湖畔に出た道を右に曲がった先に屋根のある橋があるんだ。右か。屋根橋の先にコテージが見える。うん、博士のコテージはその一番手前だ。一番手前。わかったかい？うん、多分。あ、それからコテージに行く途中、休業中のボートハウスがあるけど、そこには近づかないようにね。どうして？ボートハウスのところに怪しいサングラスの男がいたのよ。だからあそこには近づかないで。サングラスの男にも気をつけてね。わかった。じゃあ帽子のこと頼んだよ。じゃあついてってやると思うけどな、本当に。じゃあ行くか。あ。あれ、トミーだ。一緒にいるの、キャンプ場にいたあの子だ。俺が一緒に探してやるからさ。ないと気づいたら。音楽プレイヤーかな。どこに行ったかなんてよく覚えてないし。大丈夫、きっと見つかるから。でも
したの？君か。エリザベスだよね。私はアシュレイ。さっき見かけたんだけど、あんまり話せなかったね。私無視された。二人の話聞こえちゃって。ねえ、何か探してるの？エリザベスが音楽プレイヤーなくしてさ、それを探してるとこ。その音楽プレイヤーには大切なデモ音源が入ってて。もしかしてエリザベスもトミーと一緒にバンドやってるの？ああ、俺たち。トミー、どうしてこの子バンドのこと知ってるの？ゲストハウスで聞いたの。あなたは黙ってて。私トミーに聞いてるの。曲作ってるって話したんだよ。バンドもやってるって。何よそれ。トミー、私喉が渇いた。なんか飲みたい。音楽プレイヤーを探すのが先だろう。後で探す。まだ本気で探してないだろ。一緒に探してやるから。きっと見つからない。もういいよエリザベス、諦めちゃダメだよ。絶対見つかるって。それに大切なデモが入ってるんでしょ。はあ、あなた何様？気を悪くしたなら、ね、謝るくらいなら黙っててよ。エリザベス、言い過ぎだ。アシュレは君を励まそうと。トミー、この人の肩を持つつもり？ひどい。そうじゃない、キレるなよ。お願い、喧嘩はやめて。うるさいわね。あなた一体何者よ？アシュレイは JC バレーのロビンズ博士の娘さんだ。私のパパは JC バレーの所長よ。言ったのさっき。つまり私のパパはあなたのパパの上司なの。それ何か私たちに関係ある？そういうこと知らないより知っていた方がいいんじゃない？別にそうは思わないけど。わかったわ、そういうタイプね。ところで、あなたって何歳？16よ。え、嘘、私と同い年なの？何を？14ぐらいだって思ってた。やだ、信じられない。私だって信じられない。あなたと同じ年だなんて。あなた、もう言ってよ。はっきり言って、邪魔。邪魔する気なんてないけど、そんな言い方はないよね。何よ。何？どうせよ、二人とも。ふん。アシュレ、ごめん。君も用があるんだろう。ここは俺が何とかするから。トミー。うん、分かったよ。じゃあまたね。またな、アシュレ。お前な、イラついてるのは分かるけど、さすがにやりすぎだぞ。ごめん。たく、音楽プレイヤーは後で探そう。俺も喉が渇いてきた。ボブの店に行って何か飲むか。うん、そうする。はあ、疲れた。そうだ。あ、コテージでこっちか。おお、すごい湖。なんか塔があるよ。わあ、綺麗な湖。これがジュリエットレイク。あ、ママ。ママ。
い出した。私、ママとここに来た。うん。誰かいる？サングラスの人？わかった。続けろ。なんだあの人は。思い出した、ジーナが言ってたよね。言ってたね。ボートハウスのところに怪しい男がうろついてたって。あの人何してるの？そりゃこいつ探してるだろ、どう考えても。あ、うカバン泥棒。うわ、待てー、そんなすぐ。逃げられる？そんなバカな。こっち行くしかねえな。と一緒に暮らしてるとか。助けてー。なんでだ。なんかハマってんのか。もらってから君のこと捕まえてもらうから。お願い、ダンはやめて。助けてもらうのに人選ぶ？カバン返すからお願い。でもダンを呼んだらカバンの確保は教えない。どんな交換条件。何よこの子は。カバン取り返したかったら僕を助けて。もう仕方ないな。わかった。でも井戸は深いし、どうやって助けよう。手を伸ばしても届かないよね。早く助けてよ。壁を伝って登ってこれない？ちょっとやってみたけど掴むものもないし無理。わかった、ちょっと待ってて。掴むものね。なんか小屋の中に何かあった気がするな。
懐中電灯。電池ある電池ある。でいつもこいつ組み合わせかな。電池と、Y か。よし。とりあえず一旦ここに来て。これで見える？うん。あ、ロープあった。じゃあそのロープこっちに届くように投げてみて。わかった、やってみる。うい、無理か。これをどこかに結び直して井戸に垂らせば。これか。やった、ロープ掴めた。うん、登れそう？うん、大丈夫。はあ、よかった。一件落着。はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとかね、マシューに出会うことができましたけども、一体今後はどうなっていくんでしょうか。次回もお楽しみに。ということですね、まだスイッチのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしている方も音が立ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントが苦手だった方はグッドボタン、高評価を教えていただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。